水野従う水野従うから1900年6月15日は日本の政治家官僚。貴族院議員衆議院初期官庁台湾総督府民政長官。陽名誠作り郷王子愛知県出身。醤油屋水野なえ祭の息子として生まれる。明治2年2月駅亭子付属親とい明治3年うるう10月名古屋藩士制となる。 明治4年5月、新国に留学。1873年8月、海軍省10等出資となる。1874年6月、台湾出兵に伴い、台湾に出張。1875年6月、文部省に展示学務会やいとなり、長崎英語学校長、文部省一等族を歴任。1883年4月、 三次委員に移り御用係に就任。以後、同議官法法制局参事官、同書記官、同参事官を務めた。1891年11月、衆議院書記官に就任し、1892年1月、同書記官長となる。1895年5月、便利講師、大本営付に発令され、初代台湾総督。 川山助則海軍大将に随行し、台湾に渡る。初代の台湾総督府民政局長を心得、民政局長に就任した。1897年7月に退任。1897年12月23日、貴族院直選議員に選任され、死去するまで在任。その他、台湾銀行創立委員、鉄道国有調査会委員などを務めた。 ありがとうございます。